ですね、お前。マガリスナックサンデーシックス。わっしょい、わっしょい。おっきい。はい、わっしょーいってことで、いらっしゃいませ。皆さんご機嫌いかがでしょうかってことで、解除されてね、まだまだ気を緩めることなく、笑ってる。そうね、手洗いに消毒はして、コロナ対策もしっかりしていきましょう。そしてね、もう今もだいぶ乾燥しますので、十分に加湿もして、風邪予防もしていこうということで、本日もね、こちらのスタジオに入るときに、検温と、消毒もして、この場所も、そう、言えって言われてるやつ言いますよ。トレイルフレッシュ。ね、こちらので除菌をしてます。ね、オゾン4のパワーで脱臭、除菌。匂いないかしら、大丈夫？匂いません？お母さん大丈夫よ、本当にね。はい、ピーンだって。で、してま、ウイル対策もしっかりしておりますので、本日はマスクなしでやらせていただいておりますということで、それで本日もたくさんのね、メッセージや、なんだ、質問などいただけたら嬉しいかなと思います。そんで、それはなんだ、どれだ、これか。はい。番組への質問、こちらまでね、アットマークアズパン FM、ANFM ね、この上にね、見てる人はこう出てますんで、そちらの方もお願いしますということで、それで番組の応援の会ね、これもね、みんなやってんのかな、そう、よろしくお願いします。はい、ということでね、同じこと書いてます。はい、それで本日はね、一応こっちにね、携帯準備しておりますので、ツイッターない人も、LINE の方にメッセージをいただけたらなっていう思います。まずスポンサーのコマーシャルから一発目入りますんで、よろしゅうに。はい。それでね、本日のお客様は、新宿2丁目の GBB で、合ってますよね、お店。GBB の神田ママです。ということでね、本日はお忙しい中、ありがとうございます。ね、実はここの番組ね、マガリスナック、サンデーシックス、ね、日曜日の6時からということなんで、マガリのスナックなんで乾杯しながらということで。お母さん、超えてますか？じゃ本日もよろしくお願いします。お、出た出た。乾杯ということで、皆さんも乾杯。すごい飲みますね。すごい。すごい。私綺麗に映ってますよ。声出ます、本当にね。大丈夫ですか。自粛解除されましたけど、この1年いかがでした、お母さん。どうもすいません、カンタと申します。よろしくお願いいたします。お初にお目にかかります。何だろうと思ってる方もおいでだと思いますけども、大体お釜って大体こんな感じです。どういうことお釜って。大体お釜でこうテレビ出るととか、みんなこんな感じじゃないですか。あ、まあまあ、まあ、こんなに汚くないですけど、まあ、出てる方はね、大体もうちょっと綺麗ですけども、もうちょっとじゃない、だいぶ綺麗ですけどね、やっぱりこんな感じなんですけど、よろしくお願いします。新宿2丁目 GBB カンタです。イエーイ。パンフォトフォトでいかないのもあーって言ってる。この1年ですよね。そう、この1年いかがですか。この1年はね、結局、うん、前ずっと勤めてた、はい、17、18年、お世話になった白い部屋ってお店を、あ、それ名前出しちゃって大丈夫ですね。え、大丈夫じゃないの。いやいや、いいんだけど。大丈夫ね、社長ね、大丈夫ね。宣伝でーすね。こんにちは、ママね。まあね、俺知り合いの社長とご存知だと思いますけども、もうね、老舗の
53、4年やってる新宿に2丁目に、ね、まあ、うん、住所は5丁目なんですけども、うん、のゲイバーでちょっと十何年間お世話になりまして、うん、まあ、コロナということでちょっとまあね、まあ、退店することになって、うん、まあ、縁がありまして、まあ、1年ちょっと前にお店をオープンしたということなんです、うん、でもそれでちょうどコロナかかった時ですよね。かかったというか、だいたい自粛の時ですよね。ピンポン来た。コロナの時ですよね。あ、コロナね。コロナって今、うん、あの全国で130万人ぐらいなんですよね。かかった方って。あ、そんなもんなんですか。いや、少ないらしい。まだ200万人ぐらい、わかる？調べておいてね。でも人口がほら1億2、3000万でしょ。そうです。その中の200万の中の一人なんです。最先端、最先端じゃない。最先端が第2波です。あ、でも今日はさ、なんだっけ、東京13人だって言ってたよね。ねえ、でもやっぱり皆さんやっぱり集団免疫ができたんでしょうね。日本ってすごいなと思います、うん、やっぱり。なんかテレビでやってたけど、なんで日本人がかからないのかって言って、うん、なんか聞いてたけど全然わかんないけど。いや、でもちゃんと分かってないんでしょ。 DNA のどうのこうのとか、あ、だのこうのやつ、そうそう、でまあ言ってたけど、どうだろうね。173万だって。173万人ね。ありがとうございます。ちょっと合ってましたね、大体ね。の中の一人ですからね。やっぱりね、結構東京の人かかってる人いるんじゃないですか。だから本人わかんなくてもかかってたっていうのは結構あると思うんですよ、うん、まあ、それで免疫ができちゃって、うん、でみんなできてこうだんだんそれで急にこう少なくなっていったっていうのは、まあ、それはそれ素晴らしいですよね。あと、まあ、皆さんマスクするしね。あ、日本人はね、うん、日本人はするから。本当、私なんかマスクじゃなくてビニール袋かぶれとかたまに言われるんですけど。入らないよね、これね。これ90リットルかな。これ入れるところじゃないと、もう入らないわ。90リットルって何、居酒屋のあれよね、業務用やな。あります、業務用って普通に売ってます、90リットル。売ってんの、あんなの家で。売ってます、売ってます。どんな家よ、それ。スイカ、ほらね、スイカ多分5個分ぐらいありますから。うん、これ、かかんなさん、それ地毛ではないですよね。あ、地毛です。あの本当にいっぱい出てきました。本当にもうすごい、ちょっとほら、うん、もう見て黒毛出てきますね、これ染めがね。あ、そうなん、染めてからもうになっちゃってる、ね、5年ぐらい経ってますから。これも黒い毛が出てきてます。5年だったね。そう、遅くない？5年でこれしか伸びてないじゃん。相当あのチンチン代謝が悪いよね。まあ、何の話も、何でしょうかね、よくわかりません。何、ちょっと全然話変わるんですけど、デコルテが綺麗。すごい、やっぱり照明結構すごい飛ばしてるからね。いい、本当にありがとうございます。本当に下から回ってようと思ったけど、うん、あ、十分だなと思いました。やっぱり見て、首の下ちょっと見え、うん、あんま見えないでしょ。あ、でもね、綺麗ね。でも綺麗ってあんまりあれだけど、まあよく言われますよね。大事よね、うん、ここはちょっとほら、まあ人並みよりちょっと以下ですけど、作りは。そんなこともない、ね、いや、でもやっぱ肌、やっぱり七難隠すってね、うん、昔から言いますけども、うん、まあいいかなって自分で今納得してます。デコルテ。でもそういうから、もうちょっと見せようか、じゃあデコルテ、ね。あれ本当、いや、ポロリダメよ。ポロリ、ハート付けなんか。ポロリないんですよ。ポロリないの。ええー、おっさんですから、ポロリはないんです。毛の生えたやつは嫌よ、思った。毛は剃ってます。あ、わっしょい。でもあれ、神田さん言って大丈夫なのかな、年齢おいくつです？いや、言う、うん、秘密？に秘密ではないです。あの4月で、あの還暦になりました。今年の4月で。キャーだって、キャーだ、この音で今分かったわ。キャーね、キャー。6、還暦の、ええ、それ胸元、おっさんの。そうです。すごい綺麗。あとほら、ちょっと、下品なこと言わない方がいいですよ、ね。あ、いや、どうぞ、ここ何でも OK だから。あ、そうですか。うん、あのちょっと若い男にこう吸わせなきゃいけないから、うん、やっぱこの辺は綺麗な方がいいかな、なんて思って。あ、なるほどね、確かにね。まあ、でもね、おじさんが好きな若い子は汚い乳首でもいいのかなって。あ、まあ、それはちょっと分かる。でも自分が納得いくかどうかだから、うん、やっぱりこの辺は汚いよりは綺麗がいいかなって。まあ多少はね、うん、やっぱりそれはちょっと思いますね。まああんまり田舎のね、ボロボロのあれはちょっと嫌だからね。田舎って失礼よ。日焼けしてね、テレビ出てくるの。そうそう、田舎じゃなくて、だってびっくりしますよ。まず誰が同い年のよ、なんかよくテレビ出て。いや、でもね、私、うん、同級生を見ると、うん、まず同級生若いわ。あ、そうですか。あの高校の同級生とか見るとやっぱちょっと若い。あ、そう、まあちょっと田舎だけど、田舎の都会だからやっぱ若いのかな。あ、なるほどね。やっぱ東京の人とかちょっと若いじゃないですか、同じ年齢でも。全体的に、はいはい、だからまあ私もちょっと田舎の都会だから。どこだろうと思ってるんだよね。あの 西の方なんですね。あ、なるほど、ね。ずっと言ってね、パリの方なんですけど、ね、あら、すごい西。戻ってきて東京ついてる。一周回ってどうも、ね、回ってきて、そう。
しかし神谷さんさすがですよね。何がですか。どうしよう、私緊張するってさっきも言ったけど、うん、僕の10倍ぐらい喋ってましたけど。でもすみません、急に喋れなくなりますから。でも、ね、疲れちゃうの。疲れちゃうんです、ね、寝てたり。そんなに持たないですから。本当にちょっと飲んでいいですか。これどうぞどうぞ、ワッシュしましょうよ。ねえ、こんだけ、あ、乾杯。あ、びっくりした。何そんなこと思って。びっくり、乾杯です。ありがとうございます。驚きました今。あ、美味しい。本当だ、美味しい。今後、はい、ありますかね、入れてください。これ飲んでいいんですか。もちろんもちろん、うん、それだけじゃ持たないよ。ほら、あの、ね、ほら、あんま飲みすぎると、うん、トイレ、そうそうそう、正面近くなっちゃう。ちゃんとその時間取っておきますから。ありがとうございます。その間音楽とか流れるの。そう、あの、トイレタイム、ラジオみたいに。そうそう。いや、素敵。なんかリクエストありますか。聞かれたい、ちょっと。いろいろ問題あるから出せないんだけどね。そっか、著作権の問題だからね。そうそう、まあ俺も関係なくやらせてもらってカットしてもらえばいいんだけどね。あ、そう。今のところ大丈夫、カットなしかしら。今でも全然ないですよ、ないですよ。まあ、よろしくお願いいたします。どこかって。なんで全然ここから上がここ、ね、同じこと。 90リットルのね、ビニール袋だから。やっぱでも今黒いビニール袋のないでしょ。だって今はもうちょっと透明とか白い、うん、半透明とかね。透明だってあんまり意味ないよね、これ。出せるか出せないか。生なのか。あれね、ちょっとさ、東京はカラスがちょっとマイル少なくなったから、うん、昔ね、石原さんがちょっと全部駆除したって話だけど、少なくなったからあんまりカラスがつかないんだよね、ビニール袋。でカラスって匂いじゃなくて目で見るんですって、だからこう見て、あ、肉だなと思ったらそこつついてバッて破るんだって。わかるんだね、頭いいもの。頭いいけど、だっていろんなのあるよ。そうなんだ、その辺のあんた言えないけど、ねえ、あんた全然頭いいよ、もう。そこら辺の何？その辺のね。ちょっとピッピッピー入れるから。せーの。その辺のお構いで、あんた頭いいわ、カラス。ここなかったね、ピッ、ごめんなさい。言っちゃった。なかった、言っちゃった。そうよ。まあでも、お構い大体ね、あの、カラス以下が多いですから、やっぱりね。まあ、いろんな意味でね。まあ、私もそうですけど。そうですか。だからね、カラスは、いいですか、この人。カラスは目で見るから、うん、肉だと思ったらそこにこう餌だと思ったらそこを破るんだって。で私これ半透明でこれあったらもうすんごい面玉とかつつかれちゃうんじゃないかって感じ。うまそうだもん。もしつつかれなかったらどうしますよ。自分だけ、自分だけ。だから食い物だと思われないってことだよね。そんなことすいません、お母さん、後でぶっ飛ばされます。でも誰に大丈夫。お母さんにぶっ飛ばされ。いやさっきの何なのって。すいません、俺今日の会話も多分今喋ってますけど、一切記憶に残りませんからね。でもデータで残るからね。いや困るわ。どうして、なんでいいじゃん。結構それって恥ずかしいんだよね、後で見るとね。あら、まあいろいろ。でもね、見ちゃうのよ、見ちゃうのよ。僕もなんか自分見るの好きじゃなかったけど、昔。あ、もう慣れたでしょ。あ、うん、慣れた。もうなんかね、自分見るとね、うん、と思うよね。あと自分の声も嫌いだし。声はわかります、いや、俺こんな声したのかなと。黒木の、あ、ごめんなさい、黒木のママって私ちょっと最近呼ぶようにしてるんですけど、うん、黒木っていうのは大体昔古い人しか俺のことみんな俺のこと学ぶって呼んでくれる。まあいいんだけど、ね、19歳ぐらいしてるから、してるからね。あ、やだ、本当にすごい、お互いにおかかったね。黒木のママはね、このいい声をね。そうかな。いや低いじゃん、これだって低音の魅力ってよく言う低音の魅力ですよ。だって分かってるよ。分からないの、なんか鼻詰まりみたいな声してるなって思って。大丈夫で、鼻は詰まってます。あ、そうでしょう、私もちょっと詰まってます、鼻。なんで、乾燥、鼻ほじる、商売が商売だからじゃない。夜の商売、だいたいこの辺副鼻腔炎が多いの多分。あ、そうなん。昔の蓄膿症ね、多いんじゃない。ちょっとなんか、ちょっと今日もちょっともう鼻詰まり、ちょっと鼻出てますもん。なんでこれ。本当にここにも出てるじゃないね、あっちも出てる、いろいろ。素敵なお花。もう花粉が、そこの花粉が、そこから。あっちゃー。でも今アクションできないからね。なんで。あー、あれでね、こうティッシュとかあんの。いや大丈夫、大丈夫、全然私今鼻が出てるような気がするけど出てない。これちゃんとほら画面で見れば。あら、やだ。一応ね、あれいらないの持ってもみんな。ありがとうございます。そうそうそう、エッチなね、エッチなティッシュでしょ。そうですよ、ウッディよ。いや、すいません、すいません。詰めながらでいいですよ、これは。詰めながら、わしをでございます。ここにこう詰めてね。あ、ちょっと待って、よく喋ってるんだ、毎日みたいなね。はい、どうぞ。神田ママさん、新宿にちょっと GBB っていうことなの。あら、素敵な花。はい、お店やってますね。まず、どんな店か。画像トーンって喋りすぎか。うわー、素敵。すごい、これどこ、これ外ですか。外です。これ中だったら怖くないですか。これでもなんかビルの中っぽくないですか。昔の ね、昔の病院みたいな
病院に行くと余計体が悪くなるような精神病院違う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 次って危ないから危ないからそうちゃんとねちゃんと見てくださいあちゃんともらってますよちゃんと来たんだ店お金の話じゃないですよちゃんと認定をもらってますよってことです、ね、素晴らしいそうそうそう、ね、ちゃんとあ、何おじさん来ましたおばさん来ましたあ見るとき、うん、お兄ちゃんあお兄ちゃんだったんだお兄ちゃん来たお兄ちゃん来てね私がのべつまくなくバーッと喋ったらね、うん、はいわかりましたって感じ、ね、めんどくさくなったんだよねそうね多分めんどくさくなったんだねでもこれ多分夏頃ですよねそうですでうちも来たのね、おばちゃんが来てもう汗だくだくで、うん、うわ来たな お茶じゃお茶どうぞって言ったら喜んでなんか一人でベラベラ喋ってそのまま帰っていっちゃったけど ねまあそれも作業になりますよね そもそも GBB ってどういう意味なんですかこれあもともとねちょっとガールズバーって感じで作ったんですけどガールズバー、まあ、結局ね、うん、ガールズバーじゃないですよねガメラなのか、ね、ガメラかゴジラなのかちょっとねガメラババアなのかゴジラババアなのかもうちょっと分かるでも、うん、多分あとでも目がたまにお客さんにねガメラに似てるって言われるんですよ似てるかな、ね、ちょっと目が腫れてるからねカメ系そうカメカメ系ちょっと目開けようどうもいらっしゃいませ大丈夫はい、扉開けていきましょう、そこの次の画面の扉開けてあれ、どこ行ったあらあまたテレビやってるからそう、だから GBB はね、もうね、うん、今ね、もういいんじゃないかとねババア、ね、そうそうそうねまあ、いろいろ考えてくれじいさんのバーでいいんじゃないかとかねじいさんバーででもほらね、たまに入る従業員の方もね、うん、ねばあさんね、じいさんばあさんいっぱいいますから、はい、次行こうあら、ステッキどここれこれ開けたところです、ドアあ、開けたら開けたところの、うん、あそこにちょっととりあえず あ、ね、あれをほらなんだっけ三色じゃねえなんだっけあれ、うん、あのレインボーカラーね、うんうん、レインボーカラーをつけてないとな何の店か分かんないのよやっぱりこうちゃんと6色ですよねえあそう1位ですよ6色そうだこれたまに7色の間違いでつけてる人いるんだけど、ね、あそうなんだそうそうでも他そこ扉ばっかりじゃないのねはい次行きましょう中入れないのあらえっ綺麗やだ、宝石箱みたいほんまやね。綺麗ね。綺麗に映るじゃない。うん、本当ね。あ、ちゃんとね、あのボードもつけて。ボードつけて。だから、うん、じゃないと認定もらえませんもんやっぱり、ね。そうです、ね。でも外しちゃってるお店もあるけどね。知らないわそんなことね。まだまだ生々しいから言わないもん、ね。そうですか。そうですよ。まだまだコロナ収まってませんからね。でもそう言うけどどうなんだろう。オミクロン？え、何が？オミクロン。オミクロン、あ、オミクロン、オミクロンね。そう。でも私はもうちょっと警戒しますよ。本当、うん？でも、もう綺麗な話じゃないのあれって。いや、大丈夫。あとね、うん、2ヶ月よ。何2ヶ月なんですか。花粉症が終わるぐらいに終わりそうな気がすると。花粉症と一緒に。そうだろ、もう油で一番みんなくしゃみしてるから余計増える時じゃないのそれって。やってますよ、シュッシュって。ちなみにママのところってさ、どういうシステムなんですか。お値段ですか。あ、お値段ですよ。あのとりあえず3,000円、うん、あのセット料金というか3,000円で。はい、まあ、一杯というかうちは、うん、あのちょっとここに映ってませんけども、うん、あのボトルキープ狭い店でボトルキープはないんですね、うんうん、だからあの本当に缶なんですが、うん、それ映ってる写真あるかなないかなあ逆逆あの次のページ、うん、ドーンってああ映ったかなあそれも映ってないねもうすごい入り口がやらしいそう入り口やらしいのよ本当、ね、昔のなんかクラブみたいだね、うん、でしてるんだけどね、うん、中に入ってくるとねお化け屋敷の客でお化けが向こうに、ね、いるんですよ一番奥にギャーって言ってみんな帰ってくるよもう一回ボーンって言ってあこれが欲しかったちょっと向こうにちょっと缶が見えません、うんね、真ん中の上ぐらい、ね、上の方にね、うん、あの缶売りで、うん、あの缶を入れて、うんまあ、3,000円なんですよあ一缶ああまず一つの缶で一人でまず最初座って3,000円3,000円で、うん、まあそれプラス税金ですけどまあ雰囲気かな、うん、この子税金取らないなと思ったら取らないし、うん、その基準なんですよ、うん、取っちゃうかなと思ったら取っちゃうかなその基準は基準、まあ、雰囲気よねやっぱりねおメス豚は嫌だとかさうん、うん、おっさんでもなんかさ愚痴ばっかり言ってんの嫌だわとかさそうこの子可愛いからいいかなってまあねそういうとこだね、まあ、かわいいのは多分取らないな あタイプにはねちなみにコントさんどんなのタイプですかちょっと見せようかしら私本当ね大丈夫ちょっとこれ待って、ね、一般の人じゃないよねえ一般の人じゃないわよ、うん、一般の人出せねえべここにだからなんか急になんか一気でドーンあれそれもあれで、うん、ふんどし姿の男とかね、うん、ふんどし姿の男あもうどこ鳥越だからね、うん、あのお祭りはしこれ
ああ。いい出したの。昔のやつじゃない大丈夫ですよ。じゃあさ、どうだ、うん、ドドン。あら、これ俺も言っちゃった。どうみんなわかるかな、ちょっと消えちゃった。そう、ディカプリオ。そうです。俺もね、子供の頃好きだった。いや、わかる。ね、若いの好きだから、若いけどね、俺若いの好きだから。そうそう、今でもね、ディカプリオは、うん、もう年齢とともに良くなってると思うよ。あ、そう。で、今、やっぱ今素敵だしね。で、ネットフリックスで、12月20、あ、言っちゃいけないの。ああ、いいよ。24日からやるのよ。何を、なんかあの人のドラマをネットフリックス。ああ、そうなんだ。まあ、それもちょっとにも、もうちょっと太ってる、モサイ、ちょっと、科学者みたいな役やってんだけど、あれもまた素敵よね。ああ、そう。そうなんです。だから あの人の顔は、永遠に好きなのかな、私、やっぱり。ジュー君の時からずっと好きだからね。僕も若い時好きだって。ね、いいよね。やっぱり雰囲気あるよね。それでなんかちょっとね、エッチなシーン多かったでしょ、あの人。昔。Yes。あんなことやこんなことのシーンが多いからさ、確かに確かに、今もほらエッチなんじゃない、やっぱり、うん、あ、そうかしら。エッチ臭いじゃん、ちょっとほら、ちょっとほら、あのゲイの、そのベアっていうか熊系にモテるパターンよ。あ、今はね、うん、今はモテるパターン。昔は可愛らしいね、ちょっとおじさんにやられちゃうような、そうそうそう、そしたら今はあのやるおじさんになってるね。昔は思い出して、やだやだ、自分がそうなっちゃったやつ、ね、やられたい。誰にリカちゃんに。でもでかっちゃん、あそこそんなにでかじゃないよね、多分。でもそれはどうでもいいのよ。あ、でもいや、イメージ的に。そう、でもあんまり、あそこの大きさはあんまり関係ないかな、私。本当、心の大きさだけですか、ね、心の大きさもあんまり気にしてないのよ。心の大きさ、何ですか。でもほら、なんていうの、もう、まあ、私も時間がないから。何の生きる時間がね、まあ、そう、せいぜい生きてもあと30年ぐらいじゃないですか。すごいって言われる。だからもう時間がないから、やっぱりこう、やれるもんはやっとこうと思ってるから、あんまりその、なんちゅうの、その、なんちゅうのかな、チンポの大きさとかそんなことじゃなくて、あ、いいなと思ったら、パーンとやれたらラッキーだなって感じ。できたらすごいですよね。俺、全然ダメですもん、だって。選びすぎなのよ、前。選んでないですよ。選んでんでしょ。最初は選ぶよ。でも心が折れると自分のプライドができるからお茶引かないようにしないだけ。繊細ね。ってことそういうのってね、何度も何度もね、地獄を見んのよ。そうな、もう俺ももう来月50だから、ね、そうよ、見て、だから見て、そのなんちゅうの、あー、またかって次行こうってなると、結構チャンスは増えるのよ。あ、そういうもんなんだ。そういうもん、窓分かってなかったの、黒木のまま。まだプライドが邪魔してんの、いろんなプライドが。なんでこいつにおられなきゃいけないんだ、じゃあ借りただけばいいのかとか、いろんなことになっちゃうね。私プライドないの。嘘よ。あれ、その、そういうことに関して全然プライドがない。本当に、うん。で、2ウェイだから、うん、まあ、ご存知の方もいっぱいいると思いますけど、これとこのもう一つの姿があるんですけど、うん、で、その姿だと結構知らない人いるから、なんちゅうの、ちょっと騙しでね。ああ、そういうことね。あ、それはいいね。俺いいでしょ、ずっとこれだからさ、うん、そうなのよね。でもそれも関係ないじゃん、別に、うん、でも黒木のママはモテ筋、モテる顔だからみんな急にさ、電源を落としちゃうかもしれない、そんなこと言ったら。電源、もうみんな消しちゃうかもしれないよ、これ見てる人。そうなんでやねんって思って。いやいや、でもあのモテるタイプですよ、皆さん。ちょっとわからないかもしれませんけど、芸の世界で、芸の世界でモテる顔ですよ。本当にピンポンか、うん、いやいや、分かってるくせしてさ、そういうこと言うのよ、みんな。でもやっぱり俺が好きな子にやっぱり、あ、そうなのよ、好きな人にモテないとね、うん、モテてることにならないって言うからね、うん、まあ二丁目にはゴミはないって昔ね、新宿二丁目にはゴミはないって言ったんだけどね、私結構ゴミの時ありましたね。そう、ゴミの時代ありましたよ。あ、自分全然拾ってもらえないってこと、もう全然。そうかな。でもなんか今、うん、でも逆に、うん、今なんか年取って逆に良くなったかな。あ、だから、あ、最後のとどめ。とどめ、うん、何、そうなの、最後のあの何ちゅうの、あのこう最後のこの線香花火で火が入ってる最後のこのご褒美誰から、神様から、そうそうそう、天からのね、うん、そんな感じも し、まあ、してますけど ね、 そうなんだね。でなんかやりきったら召されるんじゃない、すごい頑張ったなと思って、僕ちゃんとあの準備して待ってますからね。何、これ氷からできない時にさ、そういう時はこれ、ね、飲んでます。あれ、でも言われるよ、言われるよ。何が、順番はいろいろあるからね。ちょっと生々しいな、そうなの、最近。どうぞ、年取ったから死ぬわけじゃないからね。ずっと生きてんのもいるもんね、死ぬ死ぬって言って。あれ何なのと思うけど。いや、嫌いな人いるの、
嫌いな人はいないけど嫌いな人いるけど、いないけど、俺のこと嫌いな人はいるけど、あら、まあいけないわね。でもしょうがない、これは相性だからね、うんうん、まあでもしょうがないよ、うん、僕そんなに嫌いにならないからさ、人と人だからね、うん、本当に嫌いな人の2人ぐらいじゃないですよ、うんうん、本当にこいつ嫌だっていうの、見るのも嫌だっていうの、私ちょっと嫌いな人もなくなったかな、なくなったの、年上の人だったのねじゃあ言える、いや関係ない、言えるか言えない、年は関係ないからね、いやまあそうだけど、そうそうそう、ああそういうことか、そうね、えー、なんかちょっと怖い、なんかそこはもう外しますよ本当に、ちょっとね、うん、よく喋って喉乾いて、そろそろおトイレなんでね、あの音楽の方流してもらいたいと思います。サンサーラっていう歌なんだけど知ってます？サンサーラ知ってますよ、なんででしょう、まあ、それは、ね、誰のあたりこうすけのどっちだろう、今日はどっちか分かんないけど、まあとりあえず皆さん聞いてください。最近はね、うん、3,4 分ぐらいかな、いけるかな、それではスタート生きてる、生きている、その筒だけが心にある。生きることはさあさあ、川の中流れ行き人を越えてく、遥か昔に誰かが見た夢、僕たちに宿り明日へ向かう、さまよう昼と夜のストーリー、命つないで、朝もやに煙るほとりに佇みながら、耳をすまし聞くのは、生きてる生きている、その筒だけが心やる。生きることはささら、つかの間のようになぜ人は嘆き、涙流すのか繰り返すのか、永遠を信じた歩みを止めずに、なぜ別れるため人は出会う、戸惑う愛と死のストーリー、愛を紡いで夕映えに光る川も見つめながら、耳を澄まし聞くのは、生きてる生きている、その筒だけがここにある。生きることはささら、この曲で
なんでどうしたのか思い出しちゃった。笑ってるまあね、カンタとよく知ってる人はね、もう皆さんこの曲出てなるほどと思って、ね、持ってき方がもうちょっとあざといなと思って、あざといあざとい、そうそうね、もうこれはもうあのかの有名な日曜日のノンフィクション、ノンフィクションね、まあ白い部屋が出ましたからね、その時私もちょろっと出てるんですけどね、そうちょろでもないんだけど、その白い部屋っていうそのねお店で、うん、醤油言われてるでしょ。そうです、もう50何年やって、うん、もうショーパブとしてはもう老舗ですよ、ね、あれいい醤ですよ、いい醤。自分のお店では、え、自分に今のお店ではやらないんですか踊って滑って、さっきの店、うん、GBB で、あそこはね、お客さんがカラオケ歌ったら勝手に私が踊ってるってやつ、勝手に体が動いちゃったことね。でもねやっぱりちょっと昔取った絹付けだから、うん、キレがいいなって、誰も言わない誰もや、自分で思ってたそうな、じゃちょっとね、はい、昔ねそうやってた、まあほらね、やっぱキレがいいと、ああ、ね、素敵なね、やっぱキレキレでやられてるのかなと思って、ちょっとね、ちょっと皆さんご覧ください。あらこれいい、ね、どこがキレがいいの、まあ、ある意味キレがいいかもしれないこれな、なんこれはね、あのね、あの、まあ、あ白い屋っていうのはコミックショーみたいなのもあるから、うん、今度はこれはね、うん、OL だったんですよ。OL だったの皆さん、 OL すごい OL の格好、なんかこの OL ってさ、昭和40年代のさ、ダッチのなんかちょっとエッチな方じゃん、うん、ちょっとあの、まあ、日活ロマンポルノに出てきそうなねそうね、ロマンポルノ今は分かんないか、でも今年 ね、今年50周年かなんかだから、そうなんですか、日活ロマンポルノ、うん、私もほら20代の時しょっちゅう見に行ってたの、ゲーなの、ゲーだけどロマンポルノが大好きでね。でもほらだってロマンポルノとかいうのってほら芸能人みんな集まってくるからさ、いやそうじゃないのよ、そういう発展じゃないのよ。ああそう、本当にもう純粋に好きだったの、うん、映画として、で、あれはあの日活ロマンポルノはさ、ハードコアじゃないから、バンバンやらないじゃない、でね、このなんちゅうの、そのシチュエーションがやっぱり素敵なのよなんかどっかの両家のお嬢様が庭師にやられるとかね、もうこれがさ、こうかき乱されるようなシチュエーションが多くって、だからまだ20歳ぐらいの若いホモの私としてはもうね想像豊かなっちゃうよね、もうなんかもう いやらしいなって、うん、まあ、こんなね、こうなんちゅう荒くれの男にやられたいわみたいな、うん、でもなんか昔、ね、分かるでしょ、でも分かります、分かりますよ、うん、でだからほら昔なんだ、荒くれの庭師の方じゃない、庭師じゃないよね俺がやらしいなと思ったのは、うん、みんな親戚が葬式で集まって、はい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 、親戚同士で山の中でやってたとかさ、うんうん、なるほどね、そう、何それ、ロマンポルノ、いやすごいね、その後はね財産でみんなで戦うんだけど戦うまで一発やってんの乱行パーティー、今じゃなんだかよくだからそういうの見てるとさ、もう、うん、僕入院なんかしたことあるんだけど、うん、どうしよう、なんか夜中に誰か来たと思ってもドキドキしちゃって目がもうダメなの、 AV の水着だね、危ない、次行きましょう、このおばさんが出てるからあ、出た、あやね、これいいじゃんね、ほらね、チマチョゴリでね、ああ、うん、じゃあ韓国がなんかのあれで、あよくね韓国の歌使って、うん、まあチマチョゴリで踊ってた時もあったよね、うん、韓国の曲ってさ、勝利使いやすい曲多いですよね、うん、まあね、なんかいろんな意味で、あで今ほらまた K-POP の子たちの歌もまたかっこいいしね、うん、結構使ってるんじゃないですか ね、うん、いいよね、いい、綺麗、まあ、多分左側はあれ誰だ、左はね、あのほらわざと切ったり悪いから、あ、まあ、まえちゃんだけどね、あ、まあ、まえちゃんビコビコ前ですけどね、あそれは切ったとかいいね、まえちゃんも一回ここ出てるんだよ、あ、ほんと、そう、まえちゃんそうそう、出せばよかったね、リエルさんの時にね、そうそうそう、うん、いつの時、いや、あのだいぶ前だけど、そうそう、え、何、もう白いやめた後、やめた後、うん、あ、そうなんだ、そうそうそう、次行きましょう、どう、あら、あら、これは何、もう足は綺麗本当だ、だこれ何年前ですか、最近じゃないでしょ、でもまあ 3,4 年前でしょ、本当に50いくつの足なの、そうよ、綺麗ね、うん、そうなのよ、やっぱりね、うん、首から上が問題あるとね、他にがいいのそんなことないのに、バランスが悪いってこと、バランスが悪いんじゃないのよ、え、神様がちゃんとくれるのよ、上手に全部言う、全部が汚いとかわいそうじゃない、やっぱりね、でも全部が綺麗でもいいじゃん綺麗、これとりあえずこれ右にいるのも舞ちゃんだな、舞、うん、ちゃん、舞ちゃん舞ちゃんかわいそうだね、舞ちゃん連絡すればよかったんだね、でもこれ今連絡してみればいいじゃん、うん、出る出ると思うよ、だって仕事だと思うもん、もうちょっと出てみてやってみて、面白いから全然 OK なんだよね、ここね、うん、本当テレビ電話もこう繋がってないから無理だけどさ、まえちゃん
こんなん初めてじゃない？やってる？みんな本当に出る？じゃあ次のちょっと画面ポーン行ってみて、その間に。あれ本当になってる。ちょっとまえちゃん、ほらおっぱ出てるよ。出ないね。ビデオだから出ないのかもしれない。ね、そうなの。じゃあ消しときましょう。ビデオは出たくないよね。後でかかってくると思うから。お母さんこれ次出ましたよ、ちょっと面白いところが。あ、これもね、まあ、コミック帳ですからね、うん、あの父は私の本当の父です。あれ本当に、あれ今亡くなっちゃったの、そう、今もう今外しちゃったのに、ちょっとあの病気になっちゃって、ちょっと乳がんだったの。本当に一気に来ちゃって、両方とも。そうです、大変だねこれ、本当にそれはそれ。父の前に顔を直せっての。かそうかな、なんかすごく水商売のためね、水商売とのか、水商売のための顔、ね、いやいや、だからやっぱ神様与えてくれてるんですよ。どうでしたろ、まあ、大阪じゃなのにこんだけ喋るんですよ。お、ありがとうございます。神の名誉子みたいな、ほらフランス出身だから。何言うんです。パリジェンヌよ、パリジェンヌ。だからこうなってるのね。そうです、これグリコになっちゃったじゃない。あらすごい、どうもすみません。なにこれ、飛ばしていいです、これ。これ脇ちゃんと綺麗ですよ。脇はね、あのこの時は、うん、あのやっぱりどうしても見せることあるから、うん、脇は剃ってました。脇ってやっぱりね、十何年と気持ち悪いよね。剃ってました、やっぱり見てる、うえってくるじゃない、うん、ね、うん、特におっさんの脇とか、おっさんの脇の電車のさ、うん、こっつり側で見える汚いな、あれも嫌で。おじさんの、そう、電車でよく見る。でもそう、高校生の脇だったら見ちゃうでしょ、こうやって。あのやっぱここら辺がキレイだよね。覗くでしょ。覗く。だらしがなくないな。おっさん差別やって、それおっさん差別。俺もおっさんだけど、ね。でも私もおっさんの脇の下は覗かないもん、私も。触れるあそこ。え？触れる？おっさんの、うん、脇の下を、うん、その電車の中で。電車の中でもいいじゃないけど、電車の中でこう。いやだ、ちょっともうなんかやん、臭そうだもん。そう。あ、俺一回あるの、高校の時。満員電車で、うん、こうやってほらね、釣り鍵かぶって後ろからガーンと押されたら、うん、おっさんのここに入っちゃったの俺。それがまたすごい。口の中に？口の中入るわけないじゃない。え、何何？おっさんの脇の脇がここにガンってきたんだ。俺の鼻がつい、顔がついて。どうだったどうだった。それがね、脇がなったんだ。いやーもうダメ。それで快速で、ほら朝のラッシュだな。動かないじゃない。もうね、記憶飛んだもんねあれ。俺そんで次の駅で降りて、そしたらね、脇がの匂いってずっと取れないのよ。あのね、残るからね。そう、まあ、2日ぐらい臭かったでしょ。すっごい臭かった。臭いと思ってほらね、なんか残ってんだよね。あれがタイプだったらね、よかったんだけど、そう。じゃあもう脇がはちょっと移動してもらって、ね、脇が移動してもらって。あら、これフワちゃんみたいな。そうです、フワちゃんもね、うん、もうあの、もうちょっとね、うん、乗っちゃうのよ。乗っかっちゃうの。あ、全部ね。うん、乗っかっちゃう。確かにそこは乗っかっていくかもしれないですね。そうそう、すぐ乗るのよ、あの、売れてるものにね。いいんだ、便乗するのよね。便乗ですよ。でもこれは衣装安いね、じゃあったら。え？衣装安いよね。探すのは大変よ。これ作るんじゃないの？だってハリコさんじゃないですか。ここ作ったっけな。これどこでどこに売ってんのも逆に言ったら。先生作ってくれたかなこれ。これ作ったんじゃない多分。だってこんなぴったりの洋服ないで、洋服ってないでしょ衣装。そうね。うん。そう作っていただいたんだよね。でもショーってさ、みんなさ軽く分かんない人っているけど、うん、やっぱ衣装を作って、うん、先生呼んで振り付けやると。はいはいはい。だいたい100万ぐらいするんでしょあれ。いや値段はわからない。でも、うん、まああのすごく手間暇かかってるからね。うん、きちっとやっぱり。かかるだって衣装。白い部屋は、うん、もう本当手前味噌な、まあ私もあれ、もうやめましたけど。でももうねやっぱりね手間、お金と手間は本当にかかってると思う。そうだね。であともう光も、うん、皆さんが好きな羽と光もんだから、まあ、綺麗だもん。綺麗。ご覧になったらね、うん、やっぱりそこはやっぱりまあある意味ごめんなさい日本一って言ってもいいのかなって。私思いますやっぱり。一つ思うんだけど、すごい、まあ、はっきり言って狭いじゃないですか。狭いです。でさ、まあ、7、8人、9人、10人、うん、10何人、15、6人踊ってた時もあったからね。最後、フィナーレの時さ、うんまあ、全員出るからね。よく踊れますよね。まあ、だから、あのフォーメーションがね、フォーメーションの妙技だよね、やっぱりね。振り付けの先生、女性の方でしたっけ。そうです、先生、そうです。おっかない人ですよね、確か。なんかわかんない、俺なんかで見たことあるから。おっかない、厳しい。あけおっかねえなって。でも、その厳しさが好きかな。うんあれでもね、うん、私たちは好きだからもうなんかこう、うん、なんかなんちゅうのまあそんなこと言ったらおこがましいですけど、うん、やっぱりほら戦友みたいにもうねああそうですねうんだから先生大好きですよ今でも好きですよ、うん、まあ今でもコミュニケーションありますから僕好きだけどねああいう人って、うん、見ててなんかねおかまは好きよおかまはあっさりした女好きじゃないああそうねうじゃーってしてる女好きじゃない嫌いでしょみんな
あっさり、あっさり。でですねーなんか言うんだから嫌だな。まあ、うちのお父ちゃんがね、好きだったけど、大山そこさん好きでしたけど。大山そこわからないよね。知らない、大山そこ。今度調べてわかるよ。珍道山だね。そうなの。今出てなかった、さっき。ちょっとね、まあちょっとこれもちょっと近いかな。大山そこ先生にね。もっとミニスカート。そう、ミニスカートだった。あ、もう、ね、画面なくなった？はい。あら。うん、あ、これもなんかね、コミックだったと思うよ。うん、そう、あのね、違うの、写真出してって言われたけど、うん、コミックの写真しかないの。あれ、キレキレじゃなかったっけ？ない、だからあれしかなかった。ああ、びっくりした。あれしかなかったとか、あの、ほら、ちょっと足が綺麗なやつしか。あ、本当に？いや、結局これしかない。こういうのしかない。かわいいじゃない。いや、まあ、お店でやればいいのにね。何？この格好で？いや、ショーの時だけ。ショーやらないっちゅうね。でも面白いじゃない。でも一回さ、割烹着着てた時はあれ好きだ。あります。割烹着、昔の店ね。着物着て割烹着ね。夏暑いのよ。そうなの。もうだってクーラー入ってて、いやいやいや、もうね、着物って本当に暑いのよ。あ、そうね。だからもう分かるけど、ね、着物やめました。やっぱこうやってさ、デコレでバー出さなきゃ、ほら、デコレって、ね、うん、ブイってならないの。それだけ。そこもちょっとね、今じゃないからね。ね、本当ね。もう画像なかったっけ。あ、でも、あ、これでも大きく見えるね、こう見ると。もう後ろから撮ってるから、あれステージ。そうね、すごい小さい。そうそう、奥、一番奥から撮ってるこれね。ね、まあでもこの辺もう、まあ、もうでも、もう大丈夫よ。ほぼ全部一緒だから、うん、もう出さなくていいと思う。じゃあもう消しといてください、うん、まあ白い部屋ね、あのいい、もうまた復活しましたので、やっぱりちゃんときちっとあの、うん、ね、あの対策全部してやってますので、うん、ぜひ皆さん本当だよ、ね、行かれてみてください。あそこ1万円ぐらいだっけ。うん、そうね、それぐらいからな、まあ、まあ安くはないですけどね、うん、でもね、その値段に見合うショーはやりますよ。あ、確かにそれはありますね。綺麗な庭部の子たちもいっぱいいますし、うんうん、うちらちが、私辞めたからね、綺麗な子しか残ってない。そんなことない。でもやっぱりコミックも入れないですよね。だから、まあ、だからこれからまたあのニュー白い部屋として、また1月の終わりぐらいにショーが変わりますので、うん、なんか楽しみに、私もちょっと楽しみにしてますけど、うん、コミックないとね、あれ難しいからね、サーカスのピエロと一緒だからね、何でもふざけたらいいもんじゃないから、ね、クラウンね。そうなクラウンよ。あら、なんか綺麗で、ほら、やればやるほど、一生懸命やるほど、しらける時あるのよ、うん、ああ、頑張りすぎってやつよね。頑張りすぎると引くのよ、それお客さんが、うん、まあ、難しいよ、さじ加減がね、まあ、はっきり言ってさ、別にみんなプロじゃないじゃん。まあ本当のね。ね、うん、本当のあの芸能界の人じゃないから、うん、もう大変だと思うよ。だからちょっとね、地獄でしたもん、今思い出す。なんでそう、なんだって、何年もやってたのね。いや、大変だったな。コミックは難しい。祖先輩のね、亡くなったリカちゃんとかね、明美さん、明美ママとかも、やっぱりあの人たちいたからやっぱり良かったけど、もう亡くなったたちも辛かったもん。でもリカちゃんは、うん、あんまみんな知ってるか分からないけど、その方は、やっぱ考えた感じのコミックやってますよね。そうね。でも天才よ。うん。うん、やっぱり、あ、天才っていうかね、うん、秀才。秀才ね。うん、で、明美さんは天才。あの人だってさ、出てくるだけでいいんだもんね。そうなのよ。出てくるだけでおかしかったよ。出落ちだもん。でもね、コミックは大体出落ちだよね。でもあれとほら、特別なことしてないじゃない。ただ出てきてるだけじゃない。厳しくはないよ。だからすごいなと思って。でもそれもほらね、そのテクニックをさ、たまにほら冷静に見るときあるから、それも大事だね、うん、やっぱあれですから。そうなんだよね、うん、そういえばカルタさんね、メッセージが来てましたね。嘘。あ、そう。誰、知らない人でしょ。カオリンよ。あ、カオリンカオリンからね。ちょっとしつこい女だね。友達です。ピーって言ってる今からね。言ってるマナブちゃん、カンタさん見てますよ。あら、カンタさん、今日も素敵。あら、うん、あんたぐらい褒めてくれるの。映りが女優みたいって。あ、そう。どんな女優なのかよ、あとは。でも何の女優、こっち女優。ポルノ女優。ポルノ女優。相手は誰よ。相手は空気です。あら、まあ、そうそう。エアです、エア。あ、ほんとは。ありがとうございます。カオリン、ありがとうございます。カオリンもね、もう女性で。カオリンも出ればいいじゃん。カオリン、やだ、俺どうやって引っ張るのよ。あのお酒飲んだの状況で。こんななのやつだ。こんななってさ、ねえ、もうやだ、もう。そうよ。ここバターンって倒すじゃん。同じ話何回もするんだから。わかる。この前私何個も言ったよね。何度も同じ話してんじゃないよ。本当にさ、きついんだからね。
でもいい子なんだよ、すごく優しいしね、いい子なんだけど、お酒飲んじゃうともうえらいことになっちゃうから。でもいい人よね。いい人。昔あまりにもね、飲んでね、倒れちゃうから、もう最後の方ね、ほっといたのは椅子の下で。お客さんが大丈夫ってから、今こう寝かしといてあげた方が後でおかしするから、って言うんで。そう、でも一時のお母さんよ、今。ね、素敵ね。そうよ。まあ、香りはおかまには必要な女性よ、うん、いろんな意味で。そうね。ああいう女子はいるのよ。うん、飲んでます？飲んでますよ、もう。これもうちょっと飲んでいきましょうよ。これあ、でもちょうどこっちほらもうちょっと半分あるから。いやいや飲んでよ。あ、いや、え、何をよ。そんなにくれんの？そうですよ。ありがとう。ああ素敵。今日営業です、これから。日曜営業やってますから。あ、そう、日曜日もやってるんですよね。やってんですよ。日曜は12時までですからね。なんでもうちょっと余裕じゃない。じゃあ違う、だから連絡ぐらいやるよ。うん、あ、そう。もういろいろさ、そう今日やってんだよね。やってます。だこれ見てね、ちょっと一回本当みんな行ってくださいよ。GBB 新宿2丁目どれ減ってきても分かんないね。住所言った方がいいのかな、あれって。言っちゃダメなの、住所は。どうぞ。もう分かんないね。なんだっけ、新宿区。あら、すあちょっと出てきちゃった。いやだ。ちょっともうお年寄りの手がもう手もう転ばないでやるね、本当に。あ、住所？うん、住所。2-15-13 向こうも、お母さん向こうも言ってくれないと。新宿 2丁目 15-13 GBB 第二中井ビル1階。あ、じゃあね、さっきの看板があればね。そうです、そうです、まあ、あの、まあ入っ、まあ、路地入ってもらえれば分かると思いますけど、うん、お店の看板をちょっともう1回だけ目指してもらっていいですか、お兄さんたち。うん、すごいね、まあ、そういえばカンタさんって何歳の時から商売？商売じゃなくてこういうほら、気づいたの？生まれ変わったのが。気づいたのはね、うん、10歳ぐらいかな。あ、そう。みんなだってその辺ぐらいで気づくでしょ。僕13の時そうじゃなかったけど。立ちだからよ。なんで立ちまん？黒木のママだってあれだもん、猫って感じしないもの。でも俺よく、ね、猫かって言われるの聞こえるよ。本当？猫でいてほしいと思ってんのよ。いてほしい、どういうこと？だから男っぽい感じがこうやられてるのってのがいい人もいっぱいいるのよ。あれ男っぽいかな。まあその声だし、美川憲一さんみたいじゃん。やだ、なんかみんな昔のクマみたいで。でもちょっと昔のクマっぽい喋りよね。あ、声もね。お姉さんたちにはちょっと好かれてる。うん、そうでしょ、うん、ね、ちょっとなんか言うことが昔っぽいって。ちょっと落ち着いてるからね、わさわさしてないから結構いいかもしれない。わさわさも50でわさわさもう腕が大きいの。どうすんの、ね、生まれ変わったんでしょ。60歳になって生まれ変わったんだから、まだ1歳0歳あ、そうだわ、そうでしょ、ね、赤ちゃんだ、うん、おぎゃおぎゃでね。そうで、さっき言ったけどさ、パリからなんで東京に来たんですか、いやだからこれだから、うん、でもパリでも、いや、パリはダメ。その頃パリもダメだったのよ。あれ？もうやっぱりほら、親にバレたら殺されるなと思ってたから。そうなの？長男だから。ああ、ダメだな。で、一番遠いところは、うん、まあ、極東の東京だったんだよ。極東の東京が一番遠くって、そこまで逃げれば大丈夫だなと思って。で、まあ、あの高校生の時に、うん、まあ、逃げる算段を考えてね、うん、逃げてきましたよ。大学かなんかでじゃなくて。そうです、大学です。すごいね、学部あるんですね。女子大です。そうなんだ。でもうね、うん、卒業せずにね、もうバカだからね、はい、もう卒業もできずに、もうだから20だから大学4年、5年ね、5年生だから23ぐらい、ね、23、うん、の時にもう2丁目で働き出したから、うん、まあ、結局そのままずるずるよ。卒業はでしてない。だからドロップアウト。もうそういう無罪、そういう人昔いっぱい多い。でも確かに僕も入ったけどね、もうすぐ辞めちゃったタイプだからね。で、それ辞めちゃって、うん、もうその後ずっとこの商売に行ってる。なるほどね。わしょわしょ来た。もうこれはもう早く帰ってくれっていう意味のこの番組は。何これ最後、ここでもうエンディングでしょ。イエーイ。飲んでないじゃないですか、全然。頑張りましょうよ、まず。ありがとうございました。本当に片場本日ありがとうございます。本当に本当に急になんかあれになっちゃって、記憶に残らない会話 でも失礼しま ますよ。まあ、記憶に残らない会話で失礼しました。まあ、これからもよろしくお願いしますね。こちらこそ、うん、それで、まあ、今日はお店なんで僕これから同伴しますんで、よろしくお願いしますっていうこと。いいよ、車だから来なくて。大丈夫よ、送ってくれればいいのよ。全然なんでよ、おかしいでしょ、車だからって言ったらこれ、まあ、悪いけど、車だからね。あ、車だからそうよ、ダメよ。これね、実はね、こっちだけ違うのよ。あら、
ノンアルだ。ノンアルだろこれだっけ。そうよ。全然そうだよね。全然酔ってないでしょ。考えたらビール飲んで、なんで飲んでんだろうと思ってた。だからノンアルだからよ。そうよ。あ、もう50分過ぎちゃった。じゃあ、そんで来週は、ね、上野石山のドラゴンの皆様なのでね、またね、ご覧ご視聴くださいってことで。じゃあ、それでは神田ママ、これからもよろしくお願いしますということで、本日ありがとうございます。シャッ。気にな、早く聞けちゃおう。あ、早いな。そんな。